埼玉県内の、とある高校にて。はいこれ、沖縄土産のチンスコーナー。へぇ、すみとくん沖縄旅行してきたんだ。うん、この前家族で行ってきてな。しかもそれが一泊二日なんだ。いいなぁ、私もいつか沖縄行ってみたいなぁ。まあやっぱり沖縄っていいところだし、観光スポットだけでなく、美味しいもののたくさんあるもんな。それでどこ行ってきたの？趣味場？それとも津波水族館？いや、イルミネーション。イルミネーション見るためだけに、埼玉から泊まりがけで沖縄行ってたの？もちろん、なんでも、ここのイルミネーションが綺麗だって聞いて、ついつい行きたくなっちゃったんだ。でもイルミネーションくらい、この辺でも普通にやってるし、わざわざ沖縄まで見に行かなくてもよくない？それがそうでもないんだよ。俺もこれまでいろんなイルミネーション見てきたんだけど、とにかく沖縄のやつは別格でな。そんよそこらのイルミネーションにはとてもかならないくらいなんだ。だから本当にイルミネーション目当てで沖縄まで行った甲斐があったよ。そうかしら。ちなみに私も実はこの間、根元のイルミネーション見に行ってきてね。写真もいくつか撮ってきたの。マジか、ちょっと俺にも見せてくれないか？うん、別にいいわよ。おう、ありがとよ。どう？こっちのイルミネーションも素敵でしょ？やっぱり地元最強なら。